こんにちは。はい。それではドライバーからいきます。はい。ほんまに最近出ました。はい、あ、そうですか。はい。ステルス。ステルスのウロイ。はい、これほんまに、はい、最近出ました。あとは、ウロイ、はい、ヘアウェイウッドは、はい、3番と7番。この7番と3番がメインで、はい、これが、ステルスのクリークです。クリーク。はい。全部ステルスで揃えてあるんですか？ステルス、基本的にテーラーメイドの、はいはいはい、経度をやってます。で、このピン、これがグローリー揃えてるってことですね。はい、これはシムよ、はい。はい。それとこれがピン、これ昔ピンやったんですよ。あ、そういうことですか。で、これだけどうしてもちょっと離せなくて、なるほど。使ってます。それ26度ってことですか？はい、26度です。だい僕にしてみたら100、5、60ヤードを場合によってこれで。なるほど、なるほど。で、アイアンは6番から7番、はい、水野です。水野ですね。はい、ほとんどこのアイアンはあんまり使わないんですが、6番はあんまり使わないんですが。あ、そうですか。はい。で、6番よりその26度のこっちの方が飛ぶってことね。気楽なんです。いや、距離的にはそんなに変わらない。変わらないです。はい。で、もちろんウェッジはこれ、何度となんですか？50度と、はい。56度、2本だけでございます。それは、これも水です、はい、これも水です。ははは、はい、結構、どれぐらい使ってはるんですか？これはもう、3、4年使ってます。3、4年ですか？はい、これだけね、はいはい。で、これはまだ半年ぐらいです。結構、クラブは買い替えはるんですか？多いですね。あ、そうですか。どれぐらいの割合で？もうね、2年ぐらいで。そうですか。買える基準とかは特になく、特にもう、自分の腕は別に飽きてきた場合ね。そうですか。で、もうクラブ新しく変えてもすぐ馴染めるもんですか？はい、ちょっともうしたらあんまり変わらず馴染みます。たるきはゴルフ行ってる回数が多いですから、はいはいはい、もう練習場行ってるより、はいはい、打球場で行ってるよりコース聞いて練習して、それでやってます。で、距離とかはクラブ使ったら変わりますか？どうですか？あ、変わります。もちろん変わります。これはね、ほんまに飛ばない。そうですか。飛ばないことなんです、はい、その代わりこのウッドゲートをね、はい、ユーティリティを入れてますけど、はいはいはい、ほんまにこのあんまりどうですか、僕の飛距離は7番、例えば7番で140、はいはいはい、35から40ぐらいを7番です、はい、そんな程度ですから、はいはいはい、まあ、自分の年としたらこんなもんから思ってるんですけ ど、 なるほど、はい、まあ、とりあえずそれをちゃんと確実にその距離を、はい、はい、間違いなく。もちろん若い時は100ね、55ぐらい打ってたんですが、はい、今はもう全然ダメです。はい、けどもう打ちやすさは打ちやすいってことですか、ね、はい、別に苦になりません。ドライバーやっぱり買ったら新しく飛ぶもんですか？これね、はい、モデルを、モデルクラブをショップで借りて、はいはい、本当は持ち出しできないけど、なんとか無理で持ち出したんです。なるほど。で、1日ホームコースでラウンドしたら、はいはい、ちょっと10ヤードぐらい森ちゃん飛んでんのちゃうかということ で、 あ、そうですか。10ヤードいったら自分としては大きいですから、もう即決めました。運命ですね。決めました、すぐで。10ヤードはやっぱり大きいです。ですよね、はい。実際もう何ラウンドされてるから、これで今今日でね、4ラウンド目です。はい、はい、今日ドライバーね、あんまりね曲がらないんです。はい、はい、楽しみにしてます。知らんかんかい。ありがとうございます、はい、そんなとこですかね。この前は、はい、このステレスの HD というドライバーを使ってたんですが、はいはいはい、それも、ね、はい、なかなか良かって、はい、なんでそんな買えんねんって言われてるんですけど。なるほど。それより今のやつの方がまた、はい、なんかね、みんなちょっと実際自分のホームコース行って打たないと、はいはい、なかなか距離って分からないじゃないですか、はい、ホームコース行って1日打ったらちょっとやっぱり飛んでるのちゃうかなと、はい、で仲間もちょっと10ヤードぐらい飛んでるのちゃうかと言われて、トータル的にもう即購入です。いいですね。なかなかクラブね、運命的なもの出会えないですけどだからこれをまたしばらくね、はい、使ってみようと思う。まあ来年1年持ってるか持ってへんかちょっと分かりませんけど、まあ、クラブね年々変わりますもんね、はい、また
これよりちょっとでも5ヤードでも前行くやつだったらまだ浮気心がダッと出るか分かりませんが、はい、はい、はい、そういうことです。よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。新しいクラブが手応えがない感じ、その当たったし、今でもね、はい、自分としてはナイスショットですわ、はい、おそらく芯にビシッと来てるけど、はい、前のステレスよりは、はい、ああ芯に来たという感じはない、はい、けど距離は出てるって感じで、出てる。あのターでテストしたらやっぱり10ヤードぐらいは前行ってる、はあ、うん、だから打感とはそう比例してるわけじゃないってことですね。そうです。私は金ないから、あの昔の宮崎のシャフトの入ったあれをずっと使い続けたんだ。そう思って見ててせど、お金のある人はみんなこうやってしますしますねなと思って、わしらもうパッパラパイだからね、もう何でも出た言葉から。で実際クラブ変えたこと飛ぶはずなんですよね。絶対ね、理屈から言うてもやっぱり飛ぶで、今の新しいクラブまだ寿命、よっちゃんの趣味だ、寿命伸びたと思うで。だから一回クラブ見に行きましょう。そう、あ、それがいいと思います。